どうも島島田田修修平平です始まりまりりした島田修平のお買い運めぐり皆さん今回も見てていいただきまましてありがとうございます今日ですねあのある方から質問されましてあの手相っていい線を自分で作ってもいいのってことを聞かれましたんでまあねその質問に、えー、自分なりにお答えしていきたいと思いますまあねあのもちろんね僕もいい線こういう手相いいですよとかねまあ紹介させていただきますけど まあ、ないっていう方。ねやっぱそういう線欲しいって方多いと思うんですで。そんな時にね、じゃあいい線を自分で作っちゃえばいいんじゃないか。まあ、実際ね、韓国には手相の整形手術。まあ、これね、一番人気の線というのが手の中央縦線の運命線とかね、金運線を作るなんていうね、まあことが人気だって話も聞くんですが、まあそういったことで運気が本当に変わるのかどうか。 ね、お話をしていきたいと思います。あのー、まあ、これね、手相界ではある都市伝説があるんですね。これあの、徳川家康というね、まあ、天下を統一して江戸幕府を開いたね、まあ、偉いお侍さんいますけども、あの方が、まあ、手相が変わったことで運気が変わったんじゃないかという都市伝説があるんですよ。 何かって言いますと家康はね小さい頃今川家と織田家のね人質に取られるという数奇な運命たどっていましたよねただ初戦に出た時に敵の武将に切りかかられた。その時パッと避けた時にここでね刀を受けてで手の中央縦線ここにピーッとね刀傷が入ったそれが手の中央の縦線でこれ以上ない運命線になったんだっていう。 まあね、この運命線というのはしっかりあればあるほど成功するというね、別名成功線ともいう線なんですが、まあ、手相、刀傷によっていい線が入ってそこからね、まああの、運が開けたんだっていう都市伝説があるんですよ。で、それを聞いた豊臣秀吉というのは、ええー、だったら自分も作ろうって言って、秀吉は自分で刀傷、運命線を作ったという噂、都市伝説があるんですね。 で、これどうなのかなと思ってたところですね。あの、以前あの、山形県のあるお寺に行った時に、徳川家康の生前の手形が残っていまして、あどうなんだろうと思ってね、確認したんです。その手形というのが、こちらです。はい。すごいですね。やっぱ手形文化ですから、日本は。昔のね、こういった方のね、まあ、手像、手形もね、今こうやって見られるわけですよ。で、見ますと、まあね、家康の代名詞でもあります、 マス掛け線。手にね、横一直線ピーッと入る。まあね、これが天下取りの層。家康にあったことから天下取りの層なんですよという線。やっぱりね、しっかりと入ってるんですよ。ああ、これはやっぱり入ってるんだ。と思いますけど、縦線。縦にね、そんな強く大きな線は見えないですよね。まあ、ということでやっぱりこれは、ただの都市伝説。 噂だったのかなーなんて思ったんですね。だからやっぱりね、こうやって自分で線を作ることで運勢を変えるってことはできないのかなーなんて思ってたんですが、ただね、僕以前ちょっと面白い方の手相を見まして、これが、あの、中国出身で世界的に活躍されているミュージシャン、歌い手さんですね。アランさんという方の手相を見たことがあるんですね。 この方は、あの、レッドクリフ、ね、あの、世界的にね、大きな映画ありましたが、その主題歌を歌ったことで、歌姫として、まあね、どん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 こう、飛躍されていったっていう方なんですけども、この方にね、お話を聞いた時に、この方ね、かなり中国の山奥出身なんですよ。で、小さい頃、もうそんなね、歌なんか歌おうとか、世界的に活躍したいなんて、もう全く思ってなかったんですって。ただ、小さい時に、 まあ、本当山奥に住んでたんですけど、近所で遊んでたところ、まあ、結構ね、あの、崖なんかもある険しい場所に住んでたらしいんですが、崖からね、その日滑り落ちてしまった。で、その時に、ちょっとこう出てたツタを命からがらバッと掴んで、まあ、それでなんとかこう、まあ、大事に至らなかったということが、幼少時代にあったらしいんですね。で、その時にパッと手を見ると、 そのツタがね、手にこうグーッとこう、見り込んで、で、まさにね、この手の縦線、運命線のような傷がびっちり入ってしまったらしいんですよ。で、当時はね、ああ、痛いし、こんな傷がついて嫌だなーなんて思ったんですけど、その後ぐらいから歌って面白いなってことに目覚め、そのレッドクリフのオーディションに自分でね、参加をし、そこで見事、 グランプリに輝き、その主題歌を歌って大活躍をしていくっていう。でね、このアランさんにその手を見せていただいたら、まさにね、縦にビーっていう、すごく長い運命線のような傷が入ってるんですよね。まあ、なのでね、まあ、徳川家康、秀吉のね、話は噂だったのかもしれませんけども、このアランさんの手相、傷ですよね。そしてそのエピソードを聞くと、 あれ一概になくもないのかななんていうことをね、ちょっと思ってしまったというね、まあ、ことがあるんですね。で、ちなみにですね、まあ、僕は本当お勧めしません。手相は変わりますんで。考え方でね、いい意も出てきますんで。お勧めしませんけども、韓国のね、手相の整形手術。まあね、冒頭にその話を申し上げましたけども、実は日本の芸能人で一人だけ、 その韓国に渡り、手相の整形手術を受けた人物がいるんですね。これというのが、なんと、オリエンタルラジオのあっちゃんなんです。まあ、あの、オリラジですね。すぐにこう売れて。で、その後ちょっと不遇の時代があった。その時にいろんな仕事があった中で、韓国に渡って手相の整形手術を受けるというロケがあったそうで、で、あっちゃんがその手術を受けたんですね。 でね、あのー、かわいそうなことに、やっぱりこう、絵がね、非常にこう、生々しいとか、痛々しいということで、これが奥入りになってしまったという、本当にちょっとこう、かわいそうな、まあね、あのー、話ではあるんですけども、僕もね、見せていただきました。その手術が終わって間もない頃。いや、島さん、いや、僕、手相の整形手術受けたんですよ。でも、痛くてね、っていう。やっぱりね、手のひらって傷も塞がりづらいですし、神経もたくさんあるんで、やっぱりお勧めできないですね。 で、あっちゃんもやっぱこうね、ずっとこう、傷もなんか、ね、治らなくっても、やって後悔してますよ、っていうふうに言ってたんですけども、あっちゃんが入れた、まあ、傷というのは、運命線と薬指の下、金運線、そして小指の下の財運線で、覇王線というね、億万長者の線。はい。これを入れたんですね。で、まあ、しばらくしてね、もちろん傷も塞がったんですが、まあ、この覇王線の傷はね、綺麗に今も残ったままなんですよ。でね、 あっちゃんはこういった手術をして、まあ、運勢が変わったのかどうかってなった時に、まあ、もちろんね、本人の才能と努力があるんですが、その後、パーフェクトヒューマン。<laughs> で、さらに今の大活躍ですよね。で、さらにね、パーフェクトヒューマンでは、紅白歌合戦まで出場されて、で、その時に着ていた衣装というのが、あの、豊臣秀吉。 ねえ、手相に傷をつけたというね、噂がある豊臣秀吉と同じような格好、あのコンセプトのね、衣装を着て、ね、歌を歌われた。なんか変に僕はね、あの、妙な縁を感じてしまったななんていうふうに思いました。まあ、でもね、手相はね、何度も言います。変わりますんで、自分でね、傷をつけるなんてことはね、ちょっと本当に危険な部分もありますんで、皆さんやらずにですね、ぜひ自分で、 運勢を開いて、いい手相を作っていただきたいな、なんて思います。ただね、最後ちょっとあの、こんな話もあったんで紹介したいんですけども、こういういい線が欲しいんだよ欲しいんだよ欲しいんだよって言って、ずーっと爪でね、もう何年も何年も後をつけ続けて手相を変えた人がいるんです。これというのが意外ですよ。郷ひろみさんなんですよ。郷ひろみさん、あの、 マス掛け線という線に非常にこう憧れを持ったそうで、まあ普通は感情線、頭脳線こう分かれてますけども、ずっと何年も何年も爪でここに繋がれ、繋がれってこう後をつけ続けたところ、繋がったんですね。で、僕も実際ね、ゴーさんの手相を見させていただいたところ、綺麗な一直線、マス掛け線になってました。いや、これ本当人工的に作ったんですかいや、そうなんです。まあ、ね、そういう何年もね、 何十年もやると、そういうふうに線がね、癖づいて変わることもあるかもしれません。で、またね、ゴひヒロミさんっていうのはもうね、大活躍、ずっと大成功されてる方ですからね。うん、だからまあ、そうやって線を作ることで運気も変わることはあるのかなーなんてね、ちょっと思ったりもしましたが、まあまあまあ皆さんね、あの、線は変わりますんで、何度も言いますが、ね、えー、そういうことにも頼らずですね、いい線作っていただきたいと思います。で、ちなみに、あの、最後に、じゃあ、 もし、なんかそういう風にいい線を癖づけたいんだって方にね、アドバイスさせていただきますと、これもうね、手相占い師の間では、もう当たり前の話なんですけども、手相ってちなみに、縦線がいいんですよね。運命線とか金運線とか財運線とか上昇線とか。横のシワが良くないんです。縦線がいいんですよ。なので、縦線をつけるように癖づける。結構ね、あの、周りの占い師さんとかはですね、 お昼寝なんかするときに、手をこうすぼめて、で、それを頭の下に置いて、こうやって寝たりとかするっていう。で、起きるとね、こう縦線がピッてこうね、強くなってる気がするんですよね。で、こういうことをして、縦線をたくさんね、作ろうっていうことは、してる占い師さんもいたりしますんで。まあね、これぐらいだったら楽しいですしね、いいのかな、なんて思いますんで。まあもしね、手相を変えたいという方、まあね、あの、目数を入れるとかはやめて、 ね、爪でっていうのもね、まあ時間かかりますけども、ちょっと寝るときにね、こういうふうに、あの、グローブ昔買ったときに、なんかぐるぐる巻きにして癖つけたじゃないですか。あんな感覚でね、楽しんでこう縦線をつけていただくのはいいんじゃないのかなーなんて思ったりもします。というわけで今日はですね、手相は自分で変えてもいいのという質問にお答えいたしました。ありがとうございました。